どうもどうも、中野実験室です。ロマンシングサガ RS をやっていこうかと思います。今日は、ただ語るだけの内容なんですけど、まあせっかくなんで周回とかしながら話してみようかと思います。メタロブラックを倒しながら話すっていう感じです。で、まあアルカイザーガチャがやってきましたけど、それを引くべきかどうかという内容で話してみようかと思います。結論から言いますと、私は多分引かないと思います。多分というか、まあもう確実に引かない感じですね。SS で言うとアルカイザーとエミリアが、プラチナガチャで追加された感じなんですけど、どうしても欲しい性能ではないなという感じです。じゃあ私がどうしても欲しい性能っていうのは今何かというと、一つは、少ない BP で全体攻撃を打てるキャラですね。で、今メタルブラックと戦ってて、回復役で、白バラ姫がいますけど、SS の白バラがいますけど、彼女も、チョコレートボール、ほぼライトボールですけど、チョコレートボールが使えるというのが、加入した大きな理由でありまして、チョコレートボールも使えるし、回復もできる。S の、白バラ姫は持ってないので、基本的にチョコレートボールと調布ぐらいでしか攻撃できないんですけど、少ない BP で全体攻撃を打てるというのが、非常に重宝してます。で、今回追加した、SS アルカイザーと SS エミリアの新しいやつですけど、どちらも、全体攻撃自身を持っていないということで、ですので、私が、欲しいというキャラには入ってないという感じですね。なので、今回は引きませんと。再戦。で、正直言うと、多分、加入すれば加入しただけの能力は持ってるキャラなんじゃないかと思うんですけど、もっと強いキャラ多分出てくるだろうというような気持ちもあります。例えば最近ガチャで引いた中で当たりキャラは、SS のミカエルのアワードのやつ、グランクロスが使えるやつが、当たりだったと思ってるんですけど、あれぐらいその際立った技、グランクロスは、ファストトリックで、ターン開始時行動で、全体攻撃ができるという技です。消費 BP は多いんですけど、絶対に最初のターンに、ターンの最初に、発動できるという強みがある技だと思います。SS アルカイザーもバトル開始時に BP が2多く回復するみたいな、かなり特殊なアビリティを持ってて、バトル開始時に SS の最高ランクの技をいきなりぶち込めるという特典があるんでしょうけど、SS とか SSS の単体攻撃を、初手にぶち込みたいっていうのはかなり限定的で、この SS じゃなくて、メタルブラックと戦ってる時に、アザミが、BP10 まで下げた千手観音を初手に出すんですけど、そういうような、そもそも敵が1体しかいないというようなバトルはあんまりないわけですね。ちょっとせっかくなんで再戦して、一発目の千手観音を見てみましょうか。
スタミナがなくなってますね。まあ、じゃあちょっと一個だけ回復して、はいと、再戦と、千手観音を1ターン目にぶち込みます。千手観音は13の技で10まで覚醒して下げてます。お、足バレが先に行きました。千手観音、11,700 ダメージぐらいですね。まあ、SS アルカイザーの新しいやつはもっと強い技を、1ターン目にぶち込めるということなんですけど、うん、まあ、正直それよりは、うん、全体攻撃、チョコレートボールとかの方が、まあ、使い勝手はいいだろうな、というような感想です。まあ、長くなりましたけど、まあ、今回の SS アルカイザー、SS エミリアのガチャは、まあ、私は多分スルーなんだろうなと。で、まあ、プラチナガチャで後々追加される予定みたいなので、まあ、そのうちまあ、いつか当たるだろうなっていうぐらいで考えてます。で、せっかくなので、もう話したいことは終わったんですけど、メタルブラックのバトルを眺めて、この動画をおしまいにしようかと思います。先方はスタンで、とにかく足止めするという、アザミ、SS 本読んでる方の、トーマス、SS のバーバラ、SS の白バラ回復役、そして SS のメタルブラックは成長役ですね。うん。まあ、この空気投げで結構な確率でスタンが入ってくれる上に、このバーバラとかで、スタン耐性を下げてるっていうような戦闘ですね。うん、これはランク17ぐらいを戦ってるんで、そんなに高難易度じゃないんですけど、まあ大体、時々負けるぐらいの勝率は勝ちました。はい、そんな感じの、ロマンシングサガ RS の、ガチャに関して語る動画でした。もう惹かれた方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ1周年記念にはもっとすげえキャラが来るんじゃないかなと思っています。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。おや？なんとマスクマンが起き上がり、こちらを見ている。マスクマンを助けるためにチャンネル登録をしてみませんか？マスクマンは弱い弱い絶滅危惧種なのです。チャンネル登録してあげましょう。